そう。あ、すいません。30分は早いね。そう、バカみたいなさ、そうそうそう。オナニーとかさ、そうそうそう。次から、いつさ、またさ、昔みたいな、前み、あのさ、何ヶ月前みたいなさ、なんか笑ってさ、バカみてえなさ、オナニーしたりとかさ、オナニーしたりとかさ、なんか、バカみてえなさ、こと言ってる配信、クソみてえな配信をさ、に戻、なんかああいう感じに戻るっていう感じって、いつになるかわからん。まあ、どんな俺でも俺なんだけどね。どんな俺でも俺なんだけどさ。こういう、これはどっちかっつうと、今は、今日は酒飲んでるけど。もう、完全に素ですよ。そう。まあ、また笑う。なんかね、いつも通り笑ってっていう。でも俺さ、なんかそういったことに対してもさ、なんかさ、今はさ、まださ、なんかやっぱさ、配信さ、やっぱ頑張る。やるけど、やりたい。やりてやって、前に進んでいきたいけど、配信含めて。なんか、すごくさ、それがさ、どうなのかなとかさ、なんか、配信で、そんななんか笑ってる自分がさ、なんかさ、嫌になるっつうかさ、なんか嫌になるっつうか、なんて言えばいいんだろう。なんて言えばいいんだろうな。なんかさ、そう、なんか、罪悪感みたいな。ああ、多分そういうのかな。わかんない。罪悪感みたいなもんなのかな。ゆっくり寝てほしいって。あ、おやすみなさい。僕、寝れないんすよ。最近ほんと寝なくて。マジで3、4時間しか寝なくて。だから全然俺、だって俺、だからさっきも言ったけど、今日、だって朝の10時とかに寝て、昼の3時に起き、昼の3時?昼の3時か。朝の11時とかか。朝の10時か11時に寝て、昼の3時に起きた。最近そんな感じ。全然睡眠時間がない。なんか眠れない。眠れるわけないじゃん。それはわかるっしょ。ずっともう、一人でだから、壁打ち。ずーっと壁に向かって話してる。あとは、深夜徘徊行ったりとか。深夜徘徊行ったりとか、まあ、星空写真撮ってないんだけど、まあ、星をなんか眺めに行ったりとか、酒飲んでないから車でね、成田の方まで行って。なんかそういうこととかしてる。今日は5時間くらい気をつけ。心配だったよ。倒れて、こんばんは。罪悪感感じてる。なんか、運転気をつけてね。街のやばい。ブロマガも書いてる。ブロマガ今書いてないよ。でもまた書かないと。書かないと。頭も心もぐちゃぐちゃしちゃうね。でも運転は別に、事故らず、ちゃんと運転できましたよ。僕の方が薬を飲む。心も休ませないと。いや、でも、なんか、寝れないんだよ。本当に。本当に寝れないし、今、配信では涙久々に流したけど、なんかもう涙も出ないんだよ。涙も出ないんだよ。涙も出ないんだよ。
不安で動物。いや、不安とかじゃないんだよ。不安とかじゃないんだよ。不安で眠れないとかじゃないんだよ。今だからその自殺配信して死んだ、やっぱ、神聖かまっちゃんのファンの子のこととか、やっぱ、そういったことがさ、ずっとさ、ずーっとずーっと、なんか、そんな考えたってさ、そんな考えたってさ、別にさ、無意味じゃん。ずっと考えてるよ。当たり前じゃん。そのことしか考えてないよ。23日ライブ来た事件なかったと思うよ。いや、俺はそう思わないね。あの子は多分23日のライブ来た後に、もともとだから、電車に飛び込んで、神聖かまちゃんライブ見た後に電車に飛び込んで死ぬって決めてたって言ってたから。俺の曲を聴いて救われてるんだったら、その子がね、あの子が俺の曲を聴いて、俺のライブとか歌を聴いて曲を聴いて救われてるんだったら、死んでねえだろ。なもんは救ってねえ。救いきれなかったってことだろ。救いきれなかったんだよ。だから、そんぐらい、ちょっとの支えになったんだよ。ちょっとの支えになってたってだけで、救いきれなかった。別に俺をもう救おうとは思ってないって何回も言ってるけど。でも、それは違う。その子は決めたこと。それでいいじゃん。まあまあ、なんでもいいんだよ。こんなこと話したってさ、全部くだらねえ。死んじまったんだから。その支えは、虐待といじめはひどいんだ。もう死んじまったんだから。って言うけど、もう死んじまったんだからって言うけど、俺の中ではずっと、まだ、どこまで、そう。あとは、まあまあ、そっか、その子って言ったけど、あとは、そう、みんなのことも含めてだよ。みんなのことも考えるよ。やっぱり。綺麗事だけどさ、やっぱ、みんなの子、やっぱさっきも言ったか、コメントとかさ、やっぱ、やっぱ、死んだ子とか、ね。みんながみんな病んでるわけじゃないって何回も言うけど、神聖かまっちゃのファン。いろんな人いるから。死んだ子みたいな、ね、3日前死、あの、死んだ子みたいな人もいるからさ。だからその死んだ子にはもう届かねえわ。でも俺、だから、今生きてる、みんな、ありがとう、ジム。俺も、みんなも、今は生きてるからさ。弔いとかそういうのもしねえよ。もう届かないんだから。だから、やっぱ今生きてるみんなに向けて、俺は、やっぱさ、頑張ってくよ。そのやっぱ、さっき言った曲作りとかさ、何にせよさ、神聖かまってちゃん、ライブとかさ、
ライブをするとかさ、新生かまちゃん活動、それだから今までと変わんねえよ。今までと変わんねえんだけどさ、髪切って、顎上もんってない。死んでまで迷惑かけるなって人のことどう思う？死んでまで迷惑かけるなって人のことどう思う？普通にだってそれってさ、死んでまで迷惑かけるなって、そんな、それでもうさ、あのさ、わかんない、なんて言えばいいのかな、思考停止してね、もっとさ、それよりもさ、考えることあるだろうな。死んでまで迷惑かけるとかさ、それ思考停止してね、それ以前なぜそこに至ったのかっていう、なぜそこに至ったのか。今回の子もそうだよ。今回の子もそうだよ。なんでその死ぬまでに至ったのかっていうさ、今回の子もさ、だからさ、それを全くさ、何も語られずに消えてった。だからよ、変わらないんだよ、今年は。うん、ずっと変わんないと思う。だって昔からそうだもん。ずっと変わんないよ。これはもう昔からだから。ずっと変わんないよ。ずっと変わんないよ。これからもだから、いっぱいいっぱいあるよ。いっぱいいっぱいあるよ。うん。こんな優しい声も出せるんですね。最近、だから俺言ったけど、やっぱ最後ね、俺はさ、やっぱさ、ね、なんつうかその新生かまってちゃん、あの子がさ、やっぱ最後さ、俺のさ、遺書、俺宛てに遺書残してくれてさ、やっぱそれさ、結局やっぱ彼女が、ね、あの子がやっぱさ、やっぱその、不器用なり、その17歳のさ、不器用なりにさ、17歳の不器用なりにさ、やってくれたことだと僕は思ってるよ。うん、新生かまちゃんてめえ。うん。そうそうそう。17歳の不器用なりに、新生かまってちゃんのね、音楽を救われる、ちょっとでも救われる音楽がここにあるよって、紹介してくれたんだと俺は思うよ。思ってるよ、俺は。うん。恩返しとして。うん、俺とか新生かまってちゃんに対する恩返しとして。だからああいうツイート したんだと思うよ。うん。んでさ、あとあれか。なんだ。そう、俺なんてさ、のこさんだったら、のこさんだったらこういうツイートしても、こういう遺書残しても、絶対迷惑がんない、迷惑とか思わないだろうなって俺のことを信じてくれたんだと思うよ、やっぱ。本当に俺はね、純粋な気持ちとして受け止めてるよ。ありがとな。悲しいよ。そうだった。優しいって何が？俺優しいよ。優しいだけじゃないよ。卑怯者でもあるよ。別に優しいだけじゃない俺。うん、とんでもなく思いやりがあって優しい人間だけど。だから卑怯者だったりするから、そう、人間らしい。人間臭いっていうのが。だから俺神様じゃないからさ。そう、俺神様じゃないから。卑怯者で、ね、メンタルが弱くて、ね、弱い人間で、心が弱い人間ですぐ傷つきやすくて、繊細で、思いやりがある優しい人間だよ、俺は。神様じゃないよ。
卑怯者だよ俺なんて。当たり前じゃん。そう、そんな人間だから好きなんだよって。いや、わかるよ。そんな人間だからこそみんなが救われてるとか、俺わかんねえけど、知らんけど。そんな人間だからで。っていうのは俺も思うよ。俺は卑怯者でもある、あるよ。うん、俺は卑怯者でもあるよ。疲れてないよ。ちなみに疲れてはいないよ。なぜ卑怯者って思うの？ん？卑怯者って思うの？うん、思う。そろそろ休んでください。疲れてないよ。別にこの後だって配信終わった後俺寝ねえもん。多分また朝まで起きてるよ。朝のじ、なんか10時まで。朝の6時か8時か9時かわかんねえけど。朝まで起きてるよ。自分を責めなくていいよ。いや別に、まあまあありがとうございます。皆さんいろんな言葉。うん。全然自分を責めなくていいとか言うけど。うん。いろんな言葉ありがとうございます。人間なんてみんな卑怯だよ。そうだよ。だから俺も卑怯だよ。うん。みんな卑怯だ。みんな、まあみんながどうかわかんないけど。うん。まあいや、わかんない。うん、お前ら俺のことやっぱ好きな人間多いからさ、そう言うけどさ、のこさんが卑怯だというのは人間全員卑怯でなんかいやらしいみたいな。まあ、とりあえず僕、おやすみなさい。僕はあると思うの、やっぱり。優しさと思いやりは、あると思ってる。まあいいや、ちょっと俺本当にね、今日の配信はね、マジでね、やっぱ、やるきっかけは、その天国なんてないし、いや、これは本当にね、こういうことあるんだなって思ってさ、ね、こんななんか、不思議なことはさ、うん、ほんと偶然なんだけどさ、こんなことがあるんだなってね、怖いぐらいだよ。自分でも怖いぐらいだよ。こんなことあるんだなって。マジで、シンクロニティ。おやすみなさい。ね、SF、本当に。うん。歌詞聞いて鳥肌立ちました。いや、全部聞けばね、曲聞けばまた、曲聞けば、途中からなんやけど、新曲はない、天国なんてないし、天国なんてないしなのって、新曲が天国なんてないしなの。そう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 、新曲がね。あ、だから、途中から来た人にまた説明すると なんだろう。だから、今回、もうなんか何回も言いたくねえよ、俺。もう死んだ子がいて、死んだ子いるじゃん。死んだ子がいてさ、その死んだ、自殺配信した時に、朝、その子は朝7時に、ね、自殺配信したじゃん。自殺配信して死んだじゃん。ね。でもって、俺、その日さ、朝まで曲作りしたの。それ、天国なんてないしっていうさ、曲をさ、作ってたの。うん。でもって、ほぼさ、もう歌詞もさ、とっくにさ、完成しててさ。そう。完成しててさ、その天国なんてないし、っていう曲も、だからさ、最初さ、出だしがさ、もっと。君は死んだんだって。君は死んだんだ。開けないものさ。世界だってほら。僕以外さ、君には興味がないから、神様に
今日もってまあまあなんか、ちょっとまあ、歌詞はまた、ね、曲としてこの PV 俺個人のね PV 作って5月とか6月とかね、ちょっと遅くなったらごめんね、4月とか5月とか6月とかに遅くなったらごめん、そんぐらいに発表しようかと思ってるよ。だからもともと発表しようかと思ったの PV も。怖いわ。だから俺も、なんでこの配信で普段曲の説明なんかしたくないんだけど、なんでこの配信を始めた理由って、だからこの天国なんてないしっていう曲をもともと作ってた、彼女の今回ね、自殺した件がなくても、ジャスケンが自殺した件がある前から作ったんだけど、俺が配信とかで何もさ、みんなに伝えなかったらさ、紐付けられちゃうじゃん。その PV 作って、曲作って、ドカって発表して、天国なんてないしって。ね。あ、これは、のこさんは、今回ね、電車に飛び込んだ、ね、ファンの子に向けて作ったんだなって、紐付けられちゃうじゃん。それは違うよと。そこはちゃんと白状していこうかなと。まあだからね、ネオニーを、まあ本当にそれもネオニーも軽く題材にしただけなんだけど。まあ言ったら、だからさ、なんかさっきも言ったけど、ネオニーでもね、これからも親父も死ぬしさ、言ったら今だったらさ、なんかこんなことが、ね、こういうことがあるからさ、その死んださ、あの子のこと、俺今だってさ、だからさ、例えばさ、歌うとさ、もうあの子のことがさ、よぎるもん。ネオニーだけじゃなくてさ、まあだから、まあ曲なんて別にさ、そういうもんでさ、まあその時その時でいいんだけどさ。いや、ネオニーのこともあるか、内容が気になるな。いや別にだからネオニーのことはか、まあ、モチーフにしただけで、別にそんな、完全にネオニーのことを歌ってるわけではないの、もともと。ネオニーのことは、だから、ネオニーをモチーフにしようって、否定すればするほど紐づくという皮肉。あ、そうなんだ。全然いいよ。全然いいよ。全然いいよ。だから、お前らも、ね、今回のさ、件がさ、神聖かまってちゃんのストーリーとかさ、紐付けられたらやだ、今後紐付けられたら嫌だなとかさ、なんかそういう意見もあるけどさ、責めないでやってくれよ。ほんと、責めないでやってくれよ。ほんと、自殺したあの子をさ、責めないでやってくれよ。今回さ、世間にさ、今回のこの配信とかも知らないさ、ファンの人とかがさ、あ、これは、ね、あ、その子のついて、たとえそうなったとしても、俺もだって別にそこはもう、まあいいやって感じだし。まあいいやって感じになれるし。まあいいやって感じになれるし。責めません。責めません。アンチなんか別にいなくない？別に俺も今配信してるけど、アンチなんか一人もいないじゃん。分かった、責めない。アンチって別にそんないなくない？いや、別にアンチっつうかさ、全然いないよね、やっぱ神聖かまっちゃって。俺5チャンネルとかを見たけどさ、今回。あんまりいないよね、神聖かまっちゃんのアンチってやっぱ。ね、いないよね。責めてるやつ。いや別にそれ愉快犯が別に、だって俺もツイッターとかでも見たけど、なんか別に5、6人もいなかったよ。5、6人ぐらいしかいなかったよ。
5人とか。そんな別に全然いなかったよ。ツイッター。別にあれもアンチっていうか別に愉快犯なだけっしょ。全然別になんか新生活あっちゃ相変わらずやっぱ俺アンチいないなと思ったけどな。まあ何でもいいや。こんばんは。はい。ちょっともう終わりにするわ。皆さんちょっとありがとうございます。配信初めて来ました、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。みんなありがとう。ちょっと寝た、何の話？お疲れ様。そろそろお会いするよ。ちょっとしばらくだからさ、ね。しばらくはこんな感じだと思います、僕。はい。しばらくは結構こんな感じだと思います。わかんないけど。次の配信がちょっとまたいつかわかんない。ちょっと俺、ゾックとの対バンがあるからさ、明日。またそういったこととかさ、またスタジオ練習とかもいっぱいあるの。これからちょっと社会人になっていくんだよ。俺。そう、社会人になってって、ちょっと社会人モードになって。やだな。切ねえな。社会人モードが。まあ、そういったね。社会人モード。なってって。ちょっとまあ、なんかほんと、いつも通りのさ、おちゃらけありがとうございます。バカみてえな。すぐなるかもしんねえさ。コロナ。ちょっとコロナも、ちょっとね、まだわかりませんねって感じ言ってた。今日もだから、北海道のさ、フェスが延期になったじゃん。マスクあるよ。お子さんらしく座ってくれ。自然なまま。気が向いたら、北海道のフェスがさ、延期になったじゃん。はい。結構いろんなアーティストがね、今、もう、かなり延期になってるんですよ。中止とか。中止とか延期になったの、イベントが。だから、ピエンツアーもね、ピエンツアーもちょっとわからん。本当にわかんない。なんか厚労省がさ、なんだっけ、厚労省だっけ？わかんないけど。それちょっとなんか、うちの天野さんから、マネージャーから連絡来て、なんか厚労省がなんだか、それがなんか言って、昨日か一昨日かそれ言って、なんかそう、厚労省かなんか死んで、厚生省か。なんか、昨日か一昨日あたり LINE 来て、なんか、厚生省が、そう、なんか声明文を出したかなんか知んないけど、それでなんか、本当に自粛みたいな、自粛っていうか、なんか、中止にしないといけないとか、延期しないといけないとか、そんな感じになってて。厚労省、厚生省。延期になるの中止、知らない。知らない。俺のピエンツアーはね。どうなるか知んない。もしもね、やらないってなったら、延期なのか、中止なのか知らねえよ。今、様子見。今、様子見、様子見。今、様子見って言ってる。今、うちの事務所は、俺、LINE 来たのは、様子見って。とりあえず、様子見って感じな段階。でも、なんか、この流れは、ちょっとなかなかまたね、わかんないよね。ライブハウスはやばそう。枠終わりそう。枠終わる？ほんと？ありがとうね。もう終わる？ちょっと俺もう、ちょっとこの後もう、あと30秒か。お疲れさん、またちょっと、配信ね、やるよ。多分ライブ終わりとかだと思うんだけど。次からちょっとまたね、元気にお茶爆あいざますってできるような感じで、やれたらいいと思ってます。多分 ありがとうございます。まあそんな感じっす、最近。ありがとうね、みんな。いつもありがとう。はい。ありがとうございます。さよなら。